はい、じゃあ次行こうか。ワン、ツー、スリー、フォー、アン。その間っていうのは、僕が124からは僕が中盤みたいな感じでボンボンボン、これスイング間2ビートでボン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 ってやってる上にそのアルトのメロディーが乗っかってくれたらいいんだけども、その後132からは僕がメロディーになるね。131からかラー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 で、それを聞いて、それを聞いてさっき の, あのニュアンスをアクセントを持ちながら、うん、バドドゥダダバドゥダダうんタラルダっていう感じで、そのなんかこういう感じで乗ってくれたらいいね。そう、8小節かね、はい、で僕はちょっとかなりそこ強めに吹いたんだけども、うん、まあ今なおちゃんもちょっとあとこれを聞いてちょっと弱めに吹いてくれたよね、うん、それでちょうどいいと思う、はい、だから結構ねバランス2あの2本でしかないんで、日本の場合はやっぱりメロディーっていうか出る人はバーンと出て、そうじゃない人はグッと下がった方がいいね、かなりね。で一緒に出るとこさっきみたいにパーパッパーパーパッパッパラララみたいなやつは2人が対等なバランスで出るのがいいかな、はい、でその時は僕も一生懸命吹いたし、うんうん、ね、その抜き差しをこう上手にやっていけばすごくメリハリがついていい演奏になる、はいはい、じゃあその140から続きね行ってみましょう。そのいわゆるその僕のそのスイング感ボンプボンを受け継いで、その132から今ねイメージやってくれたと思うんだけど、ダバダバダダって、ね、それをずっと最後まで引き継げばいいのかな、ずっとね、うん、あと四分音符がちょっと多くなるんだけども、うん、四分音符の中でもやっぱりパー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 って吹くんじゃなくて、パー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 ってなんかスイング、四分音符の中でもスイングしてるとね、すごくやりやすいね、うん、そうすると相手のスイングと多分同期してくるからね、うんうん、はい、じゃあその140からいきましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン。いえ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 、面白そう、面白くできそうだよこれは、うん。